三重県県土整備部は、安全安心の県土づくりを目指して、三重県河川整備戦略を策定しました。これから皆さんと一緒にその内容を見ていきましょう。三重県では毎年豪雨による災害に見舞われ、各地で大きな被害が発生し、莫大な資産や時として尊い人命が失われています。平成16年9月の台風21号では三重県の中南部を中心に24時間で1000ミリを超える豪雨に見舞われ、死者・行方不明者が10名に達する甚大な被害が発生しました。しかしながら、三重県の河川整備の現状は、5年から10年に一度起こりうる洪水に対応した河川整備率が平成17年度末で 37.1% と、まだまだ低い状況です。今後も引き続き洪水を安全に流すことができるよう、護岸整備などのハード対策が必要です。また厳しい財政状況の中、河川事業費はピーク時の平成8年度に比べて約半分となっています。限られた予算の中で効率的・効果的な河川整備が一層求められています。三重県が実施している県民1万人アンケートでも、災害対策については92% が重要と意識しており、不満を感じている方も 26% に達しています。河川整備などの災害対策は重要な施策の一つであり、重点的に進める必要があります。このような背景の中で、水害に対する安全性を向上していくため、県管理河川全体の中で優先度を考慮し、河川整備を進めていく必要があります。そこで今後15年間でハード対策・ソフト対策を優先的に実施する河川を選定した三重県河川整備戦略を平成18年12月に策定しました。それでは三重県河川整備戦略の概要を見ていきましょう。整備目標として、公平な安全度の確保、水害を軽減など4点を挙げています。次に、15年間で700億円の投資規模を想定しています。選定の手順は、まず三重県が管理する548河川の中から、ハード・ソフトの対策を検討する必要がある河川を評価対象河川として選定します。次に、この202の評価対象河川について、氾濫が想定される区域内の人口や資産などの重要度と浸水実績などの緊急性による評価を行い、101の河川に絞り込みます。この101の河川をソフト対策河川として選定します。さらに、事業の進捗状況などの効率性による評価を加え、30のハード対策河川を選定します。30のハード対策河川は、稲部川をはじめ赤色で示す河川です。101のソフト対策河川は、赤色と青色で示された河川です。それでは、ハード対策について紹介します。整備前の河川では、洪水時に川幅が狭い箇所や橋梁などのネック点で水位が上昇し、堤防を乗り越えたり、堤防が決壊して河川から溢れ、周辺の市街地に浸水被害を生じています。そこで、ハード対策として、川幅の狭い箇所を拡幅し、橋梁を架け替え、ネック点を解消し、また上流域にダムを整備し、降雨を一時的に貯留することにより、洪水を安全に流下させることができます。次に、ソフト対策について紹介します。県では、洪水が発生した時に想定される浸水の状況を解析し、その区域を順次ホームページで公表しています。ご覧いただいているのは、三重県の北西地域を流れる朝日川を例に、浸水の広がりや
深さをシミュレーションしたもので、浸水が広がる様子がわかります。濃いピンク色が浸水の深い箇所を示しています。浸水想定区域図の情報をもとに、避難情報の伝達経路、避難場所、行政、医療機関などの連絡先を示したものをハザードマップとして、市、町が主体となって作成し、住民の皆様にお配りしています。また避難情報と合わせ、雨量、河川の水位の情報を得るため、パソコンや携帯電話に情報を提供しており、リアルタイムで情報をご覧いただけます。河川整備戦略の実施による効果を試算しています。三重県の人口約187万人のうち、県が管理する河川での氾濫の恐れがある区域内に約40万人の方が住んでいます。ソフト対策の実施により、この40万人のうち約37万人の方に避難情報を提供できます。またハード対策の実施により、約20万人の方の安全度が向上します。これまで治水対策は堤防等のハード対策を中心に進めてきましたが、まだまだ低い河川整備の状況、さらに予想を超える降雨の発生などから、今後の治水対策は人命被害の減少を最重点に考え、被害を最小にする、いわゆる減災を目指したソフト対策のさらなる充実が必要となっています。今後はハード対策を進めるとともに、ソフト対策として住民の皆様の自主防災力を強化していただくため、市・町とともにハザードマップや水位・雨量情報の提供、避難の目安となる特別警戒水位の設定などを進めていきます。今後ハード対策・ソフト対策を実施するにあたって、次のような取り組みを行います。1. 河川整備計画の策定時など、河川整備の各段階で住民・地域の団体・市・町など多様な主体との共同・連携を進めていきます。 2. 河川整備の実施にあたっては、流域全体を視野に入れ、自然環境に配慮した川づくりを進めていきます。 3. 河川の自然景観や地域の特色を生かし、多様な河川の風景を保全・創出していくとともに、歴史・文化との調和のとれた川づくりを目指します。 4. 流域全体での降雨の流出抑制対策として、下水道整備・洪水に強い町づくりや上流域での森林整備など、関係機関と適切に連携を図っていきます。今後は河川整備戦略に基づき、計画的に河川整備を進めてまいります。政策は三重県県土整備部が担当しました。